ポール・ボノムはイギリスの極技飛行及び旅客機のパイロット。レッドブルエアレースワールドシリーズに初開催された2003年から参戦し、3度目の総合優勝を果たした2015年をもって引退した。2010年のレッドブルエアレースのボノム父は旅客機のパイロット、母は客室乗務員、兄も商業パイロットである。 1980年、バークシャーのホワイトウォルタム飛行場で、ハンガーの掃除や機体を磨いたり、燃料の補給などの作業から始めた。18歳の時、自家用操縦免許を取得し、インストラクターとなる。1985年、エアチャーターのパイロットとなる。1987年、ウェールズのチャーターエアラインエアーカムリーに入社、ボーイング737を操縦した。 現在は、ブリティッシュエアウェイズでボーイング747のキャプテンを務めている。1986年、アルティメットピッツで極技飛行のキャリアをスタートさせる。その後は、ヤコブレフの約 -50、エクストラの EA-300 などを使用し、1991年のリチャード・グード・エアロバティックスには、スホーイヌス -26 を使用した。 650回以上の展示飛行を行っており、ダックスフォード飛行場では最年長パイロットの一人である。使用する機体は、スーパーマリンスピットファイア、ホーカーハリケーン、P-40 キティホーク、イ4回、ワイルドキャット、イ6回、ヘルキャット、イ8回、ベアキャット、P-47 サンダーボルト、P-63 キングコブラ、 e 5 1、P、マスタング、A-1 スカイレーダーなどである。1994年からは、元エアレースパイロットで、テレビコメンテーターのスティーブ・ジョーンズとチーム・ザ・マティドースを組み、世界各国で、フォーメーション飛行を披露している。国際航空連盟主催のシリーズで、金メダルを3回、銀メダルを1回獲得した。2003年から始まった、レッドブルエアレースワールドシリーズには、 1> 第1回から参戦している。66レース中、優勝19回を含む表彰台46回の記録は多を圧倒しており、2009年、2010年、2015年の3度年間チャンピオンに輝いている。2015年のシーズン終了後にエアレースからの引退を表明した。2016年からは創設者であるベシェニエイ・ペーテルと共に伝道入りしている。 私生活では所有するヘリコプターロビンソン R22 での飛行も趣味で楽しんでいる。既婚者で息子が一人と娘が三人をおり、イングランドのサウスケンブリッジシャーに暮らしている。ありがとうございます。